アメリカの西海岸。西海岸。ロサンゼルスのビバリーヒルズの中にあるお店という感じのお店を紹介したいと思います。セレブリティな感じがしますね。そうですね。ロデオドライブっていう感じなんで。今ここにありますね、ハミングバーズヒルズっていうお店ですね。うわあ、こんな奥に宝物です。ワンシーズン。ワンシーズンで。ちょっと今日は変えていただきたい。大丈夫でしょうか。任せてください。それで恵比寿にあった。恵比寿にあってこちらに移転されたんで。こんにちは。マネージャーの飯島さんです。飯島さん、よろしくお願いします。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。アメカジってお店いっぱいありますけども、そことちょっとこう違うんで。もともとアメリカンヴィンテージというコンセプトのもと10年前に始まったわけなんですけど、ちょっとモダンなブランドも織り交ぜて、ヴィンテージミックススタイルを提案していこうということで、ちょっとグレードが高いんで、普通こう敷居が高いお店かなって思うんですけども、はい、実はここ敷居が低いんですよね。低いですね。この降りた瞬間にわっと、はい、あ、このお店はっていう、なんかすごいインパクトが強いんで、はい、やっぱりアメカジといえばデニム、チマヨ村で買い付けた、はい、オルテガベスト、トリビリューベストを合わせてコーディネートしたらどうなんだろうかな。これがズバリ的中と、はい、もう一方では若者から年齢層幅広く支持を受けている、エンジン&ガーメンツ、まあ、今をリードしてるんでしょうかね、はい、まあ、ワークウェアをルーツとしたディティールが最高にいい商品なんですけど、これをこう合わせるとどうなんだろうかと。今日はぜひちょっと松さん堪能していただいて、はい、全身をちょっとハミングバーズヒル風にちょっと今日は変えていただきたい。大丈夫でしょうか。任せてください。よろしくお願いします。10周年のなんか記念のコラボとかの商品があると聞いたもので、はい、一つクレイジーというキーワードがハミングバーズヒルショップには根強く浸透しておりまして、素材のクレイジーであったり、色のクレイジーであったり、それをパターン化してクレイジーパターンというふうに呼んでます。懐かしくないですか。そうですね。今の若い人は逆にものすごい新鮮にするんでしょうね。20代の若者が店に訪れていただけるんですけど、うん、お父さんの洋服とハミングの洋服を掛け合わせてもおかしくないですね。なんて親子の絆が深まりそうですね。そうなんです、なんでその後お父さんも、来店してくれるっていうケースが、僕たちのお客様にも多くいらっしゃるんですよね。こちらはこちらですね。ここ2年ですね、続けてお色の指定だけさせてもらって、まあ、通常であると1色ベージュ白、硬そうなイメージで、刺し子といいます。あ、刺し子、柔道着、剣道着でよく日本のものですね。そうです、はい、海外のお客様も、うん、ナイスファビリック。デニムと同じように経年変化で色がちょっとずつ落ちていくんですね。なのでどのくらい切られた状態ですか。これで約ワンシーズン。ワンシーズンで、シーズン、こんなに、はい、この辺に合わせる靴となると、まあ、ニューバランス、それからトリッカーズ、いかようにでも、はい、その人の、それがなんか楽しみで、そうなんですね。クレイジーですね。クレイジーなんです。接客もクレイジーなんです。マッサンをちょっとハミングバーズヒル風にして、はい、なんかウエストコーストの風を感じるコーディネートをちょっとウエストコーストお願いします。よろしくお願いします。どうぞ。はい、言い方でいただいて。うわぁ、お似合いですね。この感じは僕が小学校の時にですね、よく履いてた一本なんですよ。小学生、ね。小学生。小学生の時に入りましてね、はい、このクレイジーの、それもコージロイが、ちょうどポパイが創刊されて、あー、かっちょいい。斜めにかぶるぐらいな感じで。
かっこいいなこれ。別の面をマスさんの発見しちゃったって感じだね。はい、出来上がりましたね。これは完成しました。完成しましたね。はい、全く別の自分が、はい、鏡に映ってました。お似合いです。ありがとうございます。まあ、カバンまで合わせていただいて、時計も、はい、やっぱりこう自分が選ぶのと違って、お店の方がこうお見立てするとこういう風に違った面が感じられますよね。新鮮な気持ちです。いいですか。はい、もう靴から全部ですね、帽子まで。ファッションは足元からって言いますもんね。コージロイというとどうしても冬っていうイメージなんですけど、うん、とてもあの細かいコージロイ、これはオールシーズン履いていただけるものですよね。70年代にちょっとこう流行った、はい、サーファーのみんながよく履いてた、うん、ポケットのところがクレイジーなカラーでっていうのが流行ったんですけど、それをちょっとこう豊富させるような。今の時期もぴったりですね。そうです。あの最初にあのクレイジーってい こう、はい、ワードが出てきてて、はい、何なのかなと思ってこう見てて、こういうスタイリング見た時に、あ、なるほどと思ったのは、クレイジーっていうのはダイバーシティなんですね、はい、もういろんなものを組み合わせて、一つのものじゃなくて異質なものを組み合わせて一つにするっていうダイバーシティがこの店のキーワードなのかなって僕は感じたんですけど、アメリカ製っていうかそういうのが主体で、本当にこう耐久性っていうか、はい、やっぱりアメリカの古着になるってのはよくわかりますね。そうですね、ええ、はい、もう親子2代もう3代、ええ、はい、脈々とこう引き継いでいってもらいたいなという商品が多いですよね。今のこうトレンドのね、あの決してイタリア語が悪いわけじゃないんですけども、ああいう感覚持っても古着になりえないものがいっぱいあるんで、うん、やっぱりそういう意味ではこう文化としてアメリカのこういう西海岸特にね、ものっていうのは、またなんかすごい新鮮に感じますね。そうですか、良かったです。この姿でちょっと原宿やつったら多分絶対マスさんと思えないかもしれない。こういうコーディネーションを紹介できるお店のスタッフをちょっとご紹介していただきたいんで、はい、PR バイヤー小林です。コアモテですけど接客ソフトです。掃除といえば大場、大場さん、はい、お客様が2点3点持ってきた時にこれはいらないんじゃないんですかって引き算をするのが得意なポリエです。原宿の若者の心を掴んでます。別室があるって。そうなんです。あの特別なお客様、はい、あの接客はそちらで実はやっておりまして、プラスあのオリジナルの商品を作る時の参考にヴィンテージ商品が飾ってあります。あるんですか。ぜひ、はい、わあ、こんな奥にスペースがあったんですね。ええ、靴が靴ですね。はい、ここからオーラが漂ってきますね。靴、そしてステッチシャツ、ヴィンテージレザージャケットからベストコートと、まさに本当のヴィンテージですね。はい、わあ、こういった布団の、そうなんです、面白いですよ。すごいな、この空間だけで一日過ごせそうな感じですけども、はい、リーバイスヴィンテージ宝物です。こういったものから、そうするとシルバーコンチを作りたくなっちゃうよねっていうことでオリジナルのコンチを作ったりとか、ここからモデルしてるんですね、はい。あとですね、やはり同じくリーバイスの サンダーバードをモチーフにした刺繍、これをリスペクトしてオリジナル商品を作ってニューヨークに反物で送って、で作ってもらったですね。この生地なんですね。はい、でこのようにはうまくなってませんけど、いやー、リスペクトもうでも、もう完璧です。ちょっとこう煮詰まったりとかした時にはもう一度原点に帰って、うん、昔どんなものがあったんだっけというと、まあオーナーのこのコレクションから。このディティールいただきというようなことで
メンバーでお酒を飲みながらここでミーティングするという。最高のミーティングですね。もう一方ではここにあの特別なお客様をお連れして見てもらいながらお酒を飲みながらフィッティングを楽しみながら。すごいですね、はい、特別なお客さんになりたいですね。いやーヨーロッパなんかだとデザイナーさん、まあ、煮詰まったらおじいちゃんの部屋に行くって少しでも言いますけど、なんかそんな感じですよね、はい、そうですね、はい、やっぱり原理原則を忘れがちなので、どんなもんだったかなと振り返るには最高の部屋です。これだけ揃ってる空間ってなんか世界探してもそうないんじゃないですか。海外の方もお連れしたらとてもびっくりしましたですよね。マンマミーヤーって感じですね。実はあのこのお店のオーナーは私もう40年来ぐらいの友人なんで、ちょうどあの10年前オープンした時にバンダナをいただいて今日はちょっと、つけてきたんですけど、千秋さんそこにもありました。すごいですね、額に入っちゃってますね。あの今こうセレクトショップっていうのはもう巷いっぱいありますけども、まだそのセレクトショップっていう名前が付けられる前にこうインポートのお店とかが、シップスさんとかビームスさんとかライン、そのビームスさんで最初に黎明期にいろいろ管理構築された方がここのオーナーの水村さんですね。そうですね。でなおかつそこからユナイテッドアローズに、創業の4人のメンバーのお一人でビームスさんでもユナイテッドアローズさんでも、店舗の管理とかっていうのはもうピカイチの方だったんです。我々もこうお仕事一緒にさせていただいたんで、まあ、その方がやっぱり満を持してこういうお店をオープンされたんで、ぜひ皆さんも足を運んでみてはいかがでしょう。この番組が少しでも面白いなと思っていただいた方はいいねボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。